ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、こんばんは、こんばんは。ちょい待ってね。よし、オルニストさん、ゆきおさん、ゲンさん、ミャーさん、かぼちゃさん、イージスさん、音速の貴公子さん、タナさん、ミッチさん、イチタさん、カズエさん、シンタロウさん、カガミさん、お豆腐さん、タケさん、キムさん、ファンタンさん、プラムさん、スエンさん、こんばんは。イチタさん、ハートありがとうございます。あれ飛ばしてるね、飛ばしてる。どこだ。かがみさん、お父さん、たけさん、キムさん読んだ。ファンタンさん、アノノさん、アランさんが読んでないかな。カズーさん、ガウさん、サトシオンさん、ハコーシーさん、こんばんは。シンタロウさんもハートありがとうございます。はい、皆様お疲れ様です。新潟寒いね、本当に寒い。みぞやんさん、こんばんは、ハートありがとうございます。かずーさん、天使ありがとうございます。天使のありがとう。ピコットキャットラミコさん、ジズさん、こんばんは。みっちさん、天使ありがとうございます。いや本当にあれだね、本当に寒い。なんかすごいんだけどって感じ。あ、関東も寒いんだ。いや雪降ってないっていうか。源さん、レインボースターありがとうございます。ハンナちゃん、こんばんは。いやなんかさ、あの一応ねマフラー持っていこうみたいな話をしてて持ってきたんですけど、もう今日マフラーないとダメでしたね。ゲンさん、10周年ギフトありがとうございます。 BPM188 さん、こんばんは。タナさん、バラありがとうございます。ジズさん、天使ありがとうございます。今歌舞伎町で一人で飲んでるけど東京も寒い。あ、そうなんだ。ジズさん、キラキラありがとうございます。滋賀でも雪が降るかもって予報。あ、そうなんだ。そう、なんかあのでも今朝ちょっとだけなんかうっすら雪が降ってたっていう感じなんだけど、でもねすぐ雨に変わっちゃってちょっとって感じだったな。雨より雪の方がいいなって感じだな私的には。ドリーマーさん、サチコデラックスさん、キミザラさん、こんばんは。マフラーどころかコートもね、本当に。お、ケンさん、こんばんは。新衛隊135人目ありがとうございます。キラキラもありがとうございます。そうなの、本当に。うん、ハートもありがとうございます。そう、すごく寒くて、でもう耐えきれず私手袋を買いましたコート着てマフラー巻いて寒くて手袋を買いました。堀さん、ハートありがとうございます。総一さん、こんばんは。キラキラありがとうございます。本当にね寒かった、びっくりしちゃう。少しくらいの雨なら傘差さない。いや差しますね。私髪の毛巻いてることが多くて、もう雨に当たると一瞬でまっすぐなので。そう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 、堀さん、ハートありがとうございます。ガウさん、ペロペロキャンディーありがとうございます。七色のインコさん、こんばんは。そう、もうね本当に寒くて。一田さん、流れ星ありがとうございます。
そうそうそうね、風邪ひかないようにね、本当に。あ、でね、今日ね、あれを打ちました。インフルエンザのワクチン打ちました。チクしてきました。そう、行ってきた朝。そう、昼間は出かけてたんだけど、出かける前に朝打ってきて、そう、完了した。鹿尾さんこんばんは。そう、なんか結構今年のは痛いとか、すごい痒くなるとか、結構いろいろ聞いてたから、ちょっとビクビクしていったんだけど、マッティさんこんばんは。もう痛くもなければ、とりあえずは痒さとかも大丈夫です。まあちょっとね、そういうのはまたさ、ね、ちょっとこう時間が立ってみないとわからないけどね、今のところは大丈夫っていう。そう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 、なんかね、本当に一個も痛くなくて、インフルって結構毎年痛いイメージあるんだけど、全然痛くなくて上手な先生でした。すごく。助平さん、博士太郎さんこんばんは。そうだね、副反応とかはそんなに出ないのか。ちょっとだるくなったりする人もいるみたいだけどね、まあ人によるからさ、何とも言えないけど、そうそうそう、そうみたいよ。めっちゃかゆかった。しかも三角形に盛り上がった。あ、そうなんだ。そう、今のところね、腫れも特にって感じで、別にまあ腕もまあ、普通に上がるかなっていう感じ。まあやっぱね、打ってない方と比べたら多少の違和感はあるけど、でも全然別に大丈夫っていう感じでした。ゆべだらさんこんばんは。そうそうそう、え、終わりみたいな感じだった、マジで。そう、家族で打ってきた。うん、そうだね、私も痛みなく打ち終えて副反応も何もなかった。そっかそっか、よかったよかったね。え、いいよね、それだったら。リベドラさんハートありがとうございます。そうなんだよ。うん、確かに打つ人の力量な気がする。なんか面白い先生でさ、そう、なんかなんだっけな、なんか痛くないようにはしてるんだけどねとか言って、ともさんこんばんは。そう、なんか痛くないようにはしてるんだけどねとか言って言ってて、でも運だからねって言ってた。スイバラの赤 T さんこんばんは。昔は学校でみんなって、あ、そうなんだ。私活動してる時はさ、握手会場とかでさ打ってもらったりとかしてたんだけど、そうそう、なんか「え、全然痛くなかった」みたいなこと言ったらね、「あ、じゃあ運がいいね」って言われた。そう、七色のインコさんハートありがとうございます。そのくらいなんかね、こうちょっとこう面白くしてくれる先生の方がね、こっちもさ、ドキドキしなくて済むから。ね、面白かった。そんな感じでしたね今日は。あ、そう、それであとさっきの、あ、さっきのじゃない、さっきツイートしたんですけど、12月17日の新潟でのね、クリスマスイベントについてなんですけど、いろいろね、今回はプレゼントがあるみたいなので、七色のインコさんだるまありがとうございます。そう、特典がついております。やっぱりね、11月27日の、日付が変わった瞬間ですね、夜の0時から12時から、販売開始となっております。ガッチャンこんばんは。はい、で、今までと同じ感じで、一部から三部のチケットをお持ちの方は、
私物サイン特典として、私物サインとなります。手書きどっちの手書きか選べる、どうなんだろうっていうか1枚ずつなのかな。ちょっと分かんないな。ちょっと聞いておこうか。お、待て、革ジャン番長さん、親衛隊136人目、ありがとうございます。ああ、血糖値高くてインスリン自分で打ってるけど、場所によって痛いとこ痛くないとこ。あ、そうなんだ。そう、手書き、ちょっと聞いてみますね。そうで、とりあえず来場された方には、手書きの、メッセージカードというかが、配られるということです。でちょっと今その手書きのコピーじゃないよ、全部書くよ全部一個ずつ書くよそう、なんだっけ、手書きがどっちの手書きか選べるのか、はたまた1枚に2人分なのかちょっとわからないんですけど、それちょっと確認します。そうだね、倍率上がるかな。カツさんこんばんは。クリスマスカードは一部ごとにもらえるって認識、思うんだけどな、さすがに。ちょっとそれも合わせて聞きますね。ひろひろひろさんこんばんは。ちょっと待って、やばい。豆の目さんこんばんは。これなんて読むんだろう。こんばんは、ハートありがとうございます。いちたさんハートありがとうございます。なおさんこんばんは。バンフィーさんこんばんは。そうで、全部のチケットをお持ちの方は私物にサインがあります。で、そうですね、それは2人からサインがもらえるので、なんだ、例えば色紙1枚に2人分書いてほしいだったら色紙1枚で大丈夫だし、まあ、色紙っていうか、まあその一つのものに2人分書いてほしい場合は1つで大丈夫なんですけど、私とあやにゃんで別々のものにサインをしてほしい。例えば私だったら、じゃあ、あ、違う、例えば私が雑誌、あやにゃんが色紙とか、なんか本当何でもいいんですけど、そうそうそう、なんかそういう別々のものにしてほしい場合は2つ持ってきてくださいっていう感じですね。あとはね、まだいろいろなんか特別なプレゼントがあるようなので、お楽しみにっていう感じです。そうそう、楽しみだね。うん、いよいよもう今日25日なので、いよいよ明後日かな、にね、私もドキドキしてますバンフィーさんいいね、ありがとうございますね。みんなに来てほしいなーって思ってます。なんかね、冬でちょっと交通のねあれとかもいろいろあって大変かと思うんですけど、皆さんまずはチケット戦争に打ち勝っていただいてね、あとですね、一部から三部、例えばちょっと朝間に合わなくて一部来られないけど私物にサインが欲しいから全部のチケットを買うよっていう場合も大丈夫です。全部に参加してないといけないわけではなくて、そのチケットを持っているか持っていないかっていうことなので、そこら辺は今までと変わらないルールになっていると思います。はい、皆さんぜひ要チェックちょっとね、しかも遅い時間で申し訳ないんですけどね、平日のさ、そんな月曜日の夜中ってね、ちょっとねあれなんですけど。はやぶさ太郎さんこんばんは。シンクレアさんこんばんは、ね、まあ楽しみにしております。
アイリアン界隈は強いイメージしかないから全力で勝ちに行く。そうだね、本当にね、ドキドキしてるみんなに会えるの楽しみにしてますね。むっちゃんこんばんは。なんかさ、私そういえばカラオケ配信もさやらないとと思って、今月の分ね。どうしよう。まあどこかでやりますね。もうちょっとあるので、あと1週くらいあるのでどっかでやります。12月1日発売のビスには載ってる1月号ですよね。載ってます。立ち乱すみたいな感じで、あ、そうなんだ、すごいな。そう、あの12月のね、カラオケ配信はみんなからリクエストをいただいたりとかしてちょっとやろうかなって思っているので、そうそれもお楽しみにっていう感じですね、うん、そう。またインスタのストーリーとかでなんかほら打ち込めるやつあるじゃないですか。あれでなんか久しぶりにねちょっとリクエストとかを募集してみようかなと思うのでババアに立ち見やついや、みんな座ってほしいマジでね。まあ、最悪ってことじゃない、多分わかんないけど。ね、そういろいろね考えてるので。米沢二郎さんこんばんは。そう、12月はねちょっとみんなからリクエストをいただいたりとか、今までリクエストもらってたやつとかもね歌おうかなと思ってるので、ちょっと遅くなってしまって申し訳ないんですが、それは12月で、また11月はまた別でやりますのでね。今年のカラオケ配信も残すところ2回となりましたけれどもね、あっという間マジで。ヒデさんこんばんは、ハートありがとうございます。未来さんこんばんは、ドンテンさんこんばんは、シュウさんこんばんはね。いいね、楽しみ。私はあれか、もう配信4年目に突入しているの。そうだよね、多分そう状況に応じてっていうことだと思うから、その立ち見とかどうっていうのはまたちょっとあれなんですけど、とにかくみんなもう椅子取りゲームだと思って椅子を勝ち取る気持ちでね、よろしくお願いします。チケット取る前にプレゼント探し始めちゃったからチケット取れなかった。あー、ありがとう、嬉しいよ。ドンテンさんキラキラ、ありがとうございます。そうそんな感じです。ね、そう、もう4年目丸3年はおそらく経ってるので、もう4年目なんですけど、まさかこんなに続くとはっていう感じだったのでね、本当に、まあ、配信の方はねまだまだ可能な限りは続けていきたいと思ってるのでね、2023年のラストスパートに向けてまたね配信も楽しみつつ、まあまあ卒業してからファンの数増えたよね。え、そうなのかな、そうなのかな。でもなんか卒業してから知りましたっていう方も思ってるよりいて、それはすごく嬉しいなって思ってますね。そう、なんか当時から知ってくれてる人、あと当時知ってたけど
当時はそんなに見てなくて、卒業してから結構よく見るようになりましたっていう人と、あのその活動してた時は全く知らなくて配信で知りましたっていういろんな人がいるからさ、すごい嬉しいよね。長岡のりょうさんこんばんは。ね、すごい嬉しいし、なんかこうしてさみんながねこう見続けてくれるっていうのがすごく嬉しい。卒業してからのが接点ありますね。だって一日店長とかもね来てくれたりしたもんね。嬉しいです本当に。そしてまさかこの私がこんなに配信が好きになるとはそれが一番びっくりびっくりポイント。あー待ってそもそも現役の頃はたくさん見られるほどの配信数確かに、あ違う、あの配信もう覗いてた、今配信覗いちゃってた勝手に。しがきさんこんばんは。そうそう面白いな面白いな。ね、人生何があるかわからない。おー卒業してからまあまあの魅力に気づきましたって、それはそれで嬉しい。 見れたらラッキーで逆に嬉しかったなんかレアキャラだったよね、だいぶね、結構未確認生物って感じ。確かにまあね、あの時間の制限とかもあったりしたしさ、まあいろいろ、まあそれにしてもやってなさすぎたけどねそうそうそう、まあでもね、そんなでもこうさ見捨てずにさついてきてくださった皆さんとかさね、こう当時そんなだったにもかかわらずね、あの配信を再開したらさ、こう見に来てくれるね方がこうたくさんいるっていうのは本当にありがたいことだなと日々痛感しております。そのねみんなのおかげでそれこそこうなんだろう、リアルイベントができるようになったりとかっていうのは、うん、絶対関係あるので、私なんかこうまあ配信始めた頃はそれこそ本当コロナ禍とかで全然まあね、みんなに会うどころかもう外出もあんまりままならない状態で、まあ、学校にもね通えてなかったのであれだったんですけど、まあちょっと落ち着き始めてからね、こうみんなに会いたいっていう風に口に出すようになって、でも正直、まあ、私何もつてがないので、もともとね なかったから、まあ、言ってはいるけど正直不可能だろうなってどっかで思ってたんです。だけどさ言ってたら叶うんだなって本当に思った。ファンの人から物の考え方復帰して配信始めてから分かったけど、それで待ってる、いや嬉しい。そうすごいよね、ね口に出して言ってってよかったなっていう感じでございます。ルーム見つけた時はびっくりしたよ見つけてくれてありがとう本当に。そうそうそうだし、なんかそのイベントがね実現したのもさ、こうね私のことを知ってくださってたファンの方の一言がきっかけでっていう感じだったので、なんか本当どこでそういうことにつながるかわからないし、その自分の行動次第でこうどうにかなる時もあるけど、その自分が知らないところで物事がそういうふうにうまく進んでいることもあるんだなと思って、ね、何事も諦めずに、ね、未来さんも言ってくれてるけど、しつこくしつこくしつこく口に出して、ね、言っていきたいですよね。言うだけならタダだしねね、よかったよかった。お、七色のインコさん、親衛隊137人目ありがとうございます。親衛隊もこんなに増えて本当に嬉しいまーちゃんが頑張ってくれたおかげでたくさん会えて嬉しい。嬉しいよそんな、そんな
みんなもさ、こうなんか場所もね、結構絶対関東とか絶対新潟って固定されてるわけじゃなくて、その時々によって場所も違ったりとかするので、こうなんだろう、みんなもさ、ね、お仕事とか忙しい中、まね、予定とかもある中さ、調整して来てくれたりとかさ、こうそのためにじゃないその度にさ、すごくね嬉しい言葉をかけてくれたりとかさ、ね、遠くから来てくれてるのにプレゼントとかもさ持ってきてくれたりとかしてさ、そう、なんか本当に、まあ、配信とかでもね、こうやってこうコミュニケーション取れてるけど、やっぱりこう対面でね会えるっていうのはさ、やっぱりね、こう目の前にみんながいるわけだから、そう、なんかそういうね、みんなの愛というかを直に感じることができる機会だなと思いますよね。最近いつもギリギリごめんね、全然大丈夫全然そんなそんな、ありがとうございます、嬉しいね本当に。そう、お、鮭村上さん、親衛隊138人目、ありがとうございます。こんばんはかな、やった、すごいすごい、もう140人いくぜ、やったぜちょっとごめんね、エアコンの音がうるさいよね、ちょっと寒くてグワーって言ってるよね。そうなのです、今日は今日は南国さん、赤佐豪さん、こんばんは。イリアちゃんとの夢、おかげさまでまおちゃんと絡めてます、嬉しい。そう、目標はね200人なの、だからねちょっと頑張らないとでも、まあ、最低先月は超えたいの、先月は150人初めて行ったのね、だから150人は超えたいなと思ってる。まあちゃんがあったかいのが一番大事だから全然気にしないありがとう。でもね、もうあのね、あの私のさ、この正面にあるんだけど、うちっていうか私の部屋って、このもう真正面にさエアコンがあるんだけどさ、もうすごいね喉が乾燥してそうそうそう、63人いけるかなでもとりあえず今138人だから、150人まではあと12人だから、ちょっと150は超えていきたい。先月はね150人行きたいですって言って、ギリギリ150人で終わったんだよね。そうだから150人は超えていきたいと思います。そう、電気って乾燥するんだよね本当。結構下向きなんだけどな風。南国さんハートありがとうございます。ハートハート、実家にいるからさ最高だよね、音を気にしなくていいし、何もちょっとくらいでかい声で喋っても全然大丈夫だし、歌を歌ってもいいし、最高ですよね。最高、明日オトムス行くの？行こうと思ってるけど、でもずっとはいない、そんなに、うん、かなりでかい声でゲラっても大丈夫だしそれな、あ、フルグラ食べた、
なんかさ、ちょっとさ言っていい？あの私がさずっとさちょっと前にずっと言ってたあのブラックサンダーのねとコラボしたフルグラ、あのグラノーラってさシリアルみたいなやつ、あれさあの自分では見つけられなくて、でそれをママに言ったらママがこっちで見つけてくれてて買ってくれてたからさ食べたんだよ今日朝ごはんに。いやあのさよく見てなかった私が悪いんだけどさ、あこういう感じって思って、なんかもっとチョコだと思ってたの、チョコ感があると思ってて美味しいんだけど、あ思ってたのとちょっと違うと思ってなんかその実際の味はなんかね、なんていうのかな、ココアクッキーみたいな感じの味なのよ。カピオジさんこんばんは。なんかさ、なんかブラックサンダーって言ったらさもうチョコっていうイメージがあるから、こうしたらこれが楽しみ。いや美味しいんだけど、なんていうの、想像とはちょっと違ったっていう、ただそれはそれで美味しいよっていう話。なんか味がちょっととかじゃなくて、なんていうのかな、そのチョコありきのココアって感じだったかな。ごめん食べてない人いたえでもね美味しいよ、美味しいは美味しい。いつも普通のフルグラ食べてからめっちゃチョコおかしいやと思って。あ本当、米沢二郎さんハートありがとうございます。でもさ普通のフルグラシリーズなんていうの、普通にいつも売ってるやつでチョコバナナっていうやつがさ売ってるじゃん。私あれ食べたことないんだけど、そっちの方がチョコ感は強いのかなって思った。チョコフレークってあるじゃん、あれよりチョコ風味薄い、あ薄い、チョコっていうかね、ココアクッキー、ココアって感じ。え伝わる、え伝わるよね、チョコとクッキーじゃなくて、間違えた、チョコとココアって違うもんね。どちらかというとココアよりかもしれない。ただそのザクザク食感っていうのは確かにって思った。そう牛乳かけて食べました私は。米沢二郎さんハートありがとうございます。オリゼさんこんばんは。そうそう伝わるかな。でも美味しかった。あとなんかその中にいちごとラズベリーかなんかのフリーズドライみたいなのが入ってて、こうずーっと甘いんじゃなくてちょっとこう酸味とかもあってすごく美味しかったって感じです。いなり寿司さんこんばんは。麻婆さんこんばんは。そうだから全然なんかまずいとかそういうあれじゃなくて、美味しいけどそのちょっとなんていうのかな、チョコレートを想像してるとちょっと違うかもっていう話。そうだね、うんうんうん、でもなんかその逆にそれがしつこくなくていいのかなとも思った。なんかやっぱ朝ってさ朝ってさって感じじゃん。なんかこうね、いきなりすごい甘いのってまあ大丈夫な人もいるかもしれないけどさ、ちょっとおってなる人もいるかもしれないじゃん。だからなんかそういう人は割とこうなんだろうな、こう何、気持ち悪くなったりはしないかなっていう感じ。そうしつこくない甘さというか、すごく美味しかった。これはこれでっていう感じ。私なんかなんていうの、そういうシリアル系で食べたことない味だったから私は美味しかったよ。でしょ、そうどぎついのはさ、そう、ただ本当に売ってる普通のさ、これぐらいのサイズのさ、コンビニとかにも普通に売ってる30円ぐらいのさブラックサンダーってあるじゃん、あれを綿棒、こういうさ長い
太い綿棒ってあるじゃない、こうやって伸ばすやつ、ああいうのとかでさ、ちょっと叩き割ってさ、それかけても美味しそうだなって思ったんだよね。やっぱさ、そのチョコ風味が欲しい人はそういう風にしても美味しいかなと思ったけど、そうするともう完全お菓子だよね。てかもうブラックサンダー食べたらっていうね。そんなんするな。そうそう、でもそんな感じだった。っていうか、あのそのさ、それも美味しそうだし、あのバレンタインとかに、まあ、ちょっとあれさ、数量限定だからちょっとそこまで開けなきゃ持つかあれかなって感じだけど、そうでもあのまあ別にバレンタインとかじゃなくてもいいんだけどさ、あのお菓子として食べるってなったら、あのチョコをさ、普通に売ってる板チョコとかをこう湯煎で溶かして、あのグラノーラをさ、ちょっとこう一口大ぐらいにさ、伝わる？こう絡めてさ、チョコにそのブラックサンダーのフルグラをでさ絡めてさ、それをこうさ並べて冷やしてってやったら、まあブラックサンダーなんですけどね、それそうそう、とかも美味しそう。まああのほらグラノーラだからさ、ブラックサンダーよりやっぱこうザクっていう感じがあるんだよね。そうだからそういうのも美味しいかもと思った。絶対美味しいよ。なんかこうスイーツとかにもなりそうな感じでした。良さが伝わったかな。私のこのイメージと違うとか言っちゃったらちょっとなんか印象があんまり良くない、商品の印象があんまり良くない。確かにカラメルとかね、美味しそう。そうそう、味はピカイチでした。やっぱさすが。でもしかもフルグラの何がいいって、あの普通のシリアルって牛乳さかけてさ、ちょっと経つともうなんかふにゃふにゃになるじゃない、やっぱ吸っちゃって。だけどグラノーラってさ、こう元が結構硬いからさ、ちょっとくらいなんていうか、割と最後の方までさ、こうザクザク食感が楽しめるっていうのは私すごい好きで、そうあくまでも風、そう本当そう風味って感じです。でも美味しかった。以上。えちごさんこんばんは。ちょっとなんかさ、歌おうかな。なんか別にカラオケ配信じゃなくて、カラオケ配信は別でやるけど、なんか歌おうかな。歌いたくなってきた。いい？嫌だったら消して。極端か。嫌だったら消してとか。全然いつも歌ってるようななんか定番の歌だと思うけど、全然あの突然ちょっとカラオケ配信はまた別でやるから、あのこれはノーカウントね。趣味のというか。いいに決まってます。ちょっとなんか歌いたい気分の時ってあるよね。ゲリラカラオケおもろもやるからね。ちょっとさ、こないだあれだね、すごいいろんなの歌ってみたんだね私。ちょっとこれ歌いたい。もうド定番トリコ行こう。そんなだからがっつりは歌わないかも。あ、なんて言えばいいの、あのずーっと歌い続けてるとかじゃなくて、歌って喋ってみたいな感じになると思いますけど。イエーイ、行ってみよう。カンさんこんばんは。君の話は素直に聞くよ。
だから怒らないで一緒に帰ろうベイベー。何があったのちゃんと言ってよ、僕は君の虜さ。いつも不器用なあなただけど、負けちゃいそうな時はそばにいてくれる。前が君の気を引っ掛ける罠さ。何してもダメな僕だけど、君だけは離さない。ドキドキ瞳もポロポロ溢れる雫も抱きしめてみせるよ。君が欲しいからキラキラ描く未来、どんどん過ぎる今。そんな君が好き。追いかけるから諦めないよ。まっすぐな気持ちほっとけなくてベイベー、独り占めするよ。わかってるでしょ、僕は君の虜さ。急に詰まるあなたの優しさ、たまに寄り添っちゃうから困らせないで。前が君の気を引っ掛ける罠さ、yeah。 本気だなんて見せないけど、君だけは離さない。ドキドキ瞳もポロポロ溢れる雫も抱きしめてみせるよ。君が欲しいからキラキラ描く未来、どんどん過ぎる今。夢は叶うかな、そんな君が好き。一緒に過ごした気持ちに振り向いて、伝えたいことがあります。だからこっちを向いて、もっと近くに来て、ずっと目を見つめて。ドキドキ瞳もポロポロ溢れる雫も、ずっとそばにいてくれたから、恋が走りました。キラキラ描く未来、どんどん過ぎる今。夢を叶えよう、そんな君が好き。そうあなたが好き。イエーイ。エポックさんこんばんは。プラムさん、ドンテンさん、音符ありがとうございます。慎太郎さん、流れ星ありがとうございます。ペンライトもありがとうございます。 FTO さんこんばんは。ハートありがとうございます。慎太郎さん、ドンテンさん、音符ありがとうございます。豊さんこんばんは。ドリーマーさん、プラムさん、ハートありがとうございます。南国さん、ハートありがとうございます。ワイマツさんこんばんは。笑顔のドアップから配信見始めて、あ、そうかいきなりね入ってきた時そう、今日はねちょっとあのゲリラカラオケっていうかで、今までずっと喋ってたんですけどそう、ちょっと歌いたい気分だったので、実家にいるしね、せっかくっていうのでちょっと歌ってみたりしてます。あのカラオケ配信は別でやるので、これはノーカウントです。マスルさん、白いアルパカさんこんばんは。いいね、いいね、いいね。ラルクさんこんばんは。ボイドさんこんばんは。みんな遅くにどうもありがとう。ハクロウさんこんばんは。やはり音楽って素晴らしいよね。ミッミーさんこんばんは。ケイちゃんこんばんは。音楽って素晴らしい。何歌おうかな、結局さ何歌おうかなとか言ってさ
いやなんかちょっと歌って喋ってとか言ってたのにさ、おじやまで受け積もってはないです。うん、あのね、今朝うっすら降ってる、なんか降ってるっていうか降ったっていう感じぐらいで、なんかあの多分あの一日中とか一晩中止まってた車とかはなんかちょっとこう窓のところにうっすらなんかこう雪があるかなってくらいだったけど、もうすぐ雨に変わっちゃって、そっから雪は降ってないので、まあほぼ降ってないって感じかな。だしもう積もっては全くないですね。そうなんです。しかも雨もなんかあの降ったり止んだりっていう感じで、そうお天気はねあんま良くなかったですけど、でもなんか明日は一応晴れの予報になっているみたいな感じなので、晴れたらいいなって思います。そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。ちょっとさ、気早いけどこれ歌っていい？ちょっと多分来月も歌うこれ。そうだね、除雪車とかではない、全然除雪なんてしなくていいぐらいだった。ツナンとか雪積もった、あ、そうなんだ、そっかそっか、大変だ。ちょっと来月も絶対歌うけどちょっとこれ歌っていい？ちょっともう冬が来たと思ったら歌いたくなるこれ。じゃああのクリスマスといえばね、バックナンバーのクリスマスソングですよね、歌いたいと思います。あんまりクリスマス時期以外に歌わないからねこれ。そっちの冬はたとえ予報が晴れでも突然雨降ったり雪舞ったりする。確かにそうなんだよそうなんだよ、晴れの天気は、あ、天気予報はねすぐね覆っちゃうんだよね、本当に。やだけどね、晴れを願ってじゃあ雪が降りそうなこの歌を歌います。
それを君に知ってほしくて、すれ違う人混みに君を探している。こんな日は他の誰かと笑ってるかな。胸の奥の奥が苦しくなる。できれば横にいてほしくて、どこにもいてほしくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。やっぱりこんなこと伝えたら過去悪いし、長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。聞こえるまで何度だって言うよ。君が好きだ。クリスマスだ。エポックさん音符ありがとうございます。マライアキャリーいいよね。慎太郎さん音符ありがとうございます。そう、なんかね、男性アーティストの曲を歌う方が好きというか、私、はい、柿だ。私声が低いので、そう、ちょ、柿食べながら休憩でもしようかな。声が低いからね、出やすいんだよね。え、ちょっと待って、取れない。よっ。よいしょ。かきかき、あ、お茶も来た。やった。あっち。すぐちょうど。かきが来たぞ。ちちち。ドンテンさん音符ありがとうございます。慎太郎さん流れ星ありがとうございます。トロネオさんだるまありがとうございます。慎太郎さんペンライトもありがとうございます。シグさんこんばんは。ドンテンさん音符ありがとうございます。プラムさんラブレターありがとうございます。トロネオさんペンライトありがとうございます。こんばんは。ヤスさんこんばんは。慎太郎さん音符ありがとうございます。めぐみのさんこんばんは。ドリーマーさん流れ星ありがとうございます。シグさん拍手ありがとうございます。まー、あ、ちゃんをきっかけにこの歌聞くようになったから元気。あ、そうなんだ。嬉しい。勝俊さんこんばんは。広いアルパカさんバラありがとうございます。勝俊さん天使ありがとうございます。南国さんハートありがとうございます。なんかさ、柿ほらこんなやつ、おばあちゃんからもらったって言ったかな。なんか柔らかそう。いただきます。うん、甘い、おいしい。イカッチさんこんばんは。おいしい、甘っ。おけさがきじゃないんじゃない、わかんない。カイトさんこんばんは。みんなめっちゃおけさがきかどうか気になるじゃん。わかんないんだけど。カイトさん流れ星ありがとうございます。うん、うん、うん。
は剥いてくれるんだったらわかる。おいしい。おばあちゃんが渋抜きしたこともあった。どうなんだろう。なんかでもしてるの見たことあるけど、どうなんだろう。やけるさんこんばんは。ママ、これ何の柿？え、そうなの？え、うちのってことでしょ？うちのお隣さんでしょ？え、まずお隣さん家の賭けだった。めっちゃうまくない？え、もうない？もう一個。うん、もうない。甘い。おけさがきかめっちゃ聞かれた。すごい、めっちゃ美味しい。いただいたんだって。でそれを渋抜きしたらしい。おばあちゃんが渋抜きしたのかな。緑茶美味しい。緑茶もう大好き。そう、木になってるやつ。お隣さん家に大きい柿の木があって、それは知ってたの。だけどいただいたのは知らなかった。そうなんだ。こんな美味しいんだね、人ん家になる柿って。しかもそのお隣さんの家、あの秋になると金木犀のね花も咲いててね、すごいね。イベントでもらえないです。そう、すごい広いお庭がねあるお家なの。おけさがきっぽい。あ、じゃあそうなのかな。あー、あったまる。マジで美味しいお茶。金木犀大好きなんだけど、お茶もください。お茶、お茶。そう、秋を感じられる環境。すごく山の家は全然豪邸じゃないです。普通の家、ちっちゃい。母のご友人宅の庭は果樹園みたいで、季節ごとにいろんな果物をくださる方。すごいね。いいね、素晴らしい。しかもさ、ママ多分さ、なんかさっき柿持って行こうかって言ってたの最初。それでさ、多分さ急にカラオケなんて始めたもんだからさ、聞いててさ、歌い終わったらコンコンってしたんだろうね。おもろ。髪綺麗、ありがとう、嬉しい。てかパパって寝たのかな。桃鉄やんないと終わんないんだけど。
てないと思うんだよね。そう、ちゃんとタイミングをさ測ってくれたんだと思うんだよね。やっぱりストレートが見つかしつこいでも嬉しい、なんかストレート好きって言ってもらえるのも嬉しいよ。やっぱね、何もしてないのはストレートだからさ、ありのままをこうね受け入れてもらえるのは嬉しいです。なんなら今日もリビングから始めようと思ってた。いやちょっとさ、さすがにさと思って、わかんない、途中でラジオに切り替えてちょっと下行くかもしれないみんな無理せず寝てね。眠かった。来た。パパで寝た。え、桃鉄終わんないの。切り替えてしたか。とりあえず柿とお茶。あ、マキポニーも、ね、カラオケ始め、急にカラオケ始めたからタイミング分かってきたの。聞こえてんの？ここまで来れば聞こえるじゃん、さすがに。いや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 、それはそうなんだけど。いや、持ってきたら歌ってたから。あ、そういうこと、ここで待ってたの？え、置いて、とりあえず一回下、大事にして。あ、そういうこと？そう。へぇ、ありがとうございます。さよなら。え、じゃあパパに言っといて。マキポニーね、嬉しい。配信しながら家族と会話するのもなかなかえ、また来た、柿。いや、私が頼んだんだけど、また来たとか言って。うん、ここにいたママ。おいしい。なんかさ、一人暮らししてるとフルーツって食べる機会あんまなくて、あんまないってか食べないのよ全然。そうだからさ、実家帰ってくるとフルーツがいっぱいあって嬉しい。いい色だよね。なんかさ、え、見えるほら、この蜜みたいな、すごいんだよね。何が来か分かんないのよ。でもみんなが言うにはおけさがきらしいけど、あの隣の家の柿、そう、カットフルーツとか買わない、買えばいいんだよね、そういうのね。あ、確かに手で皮むけるフルーツ。あとさ、洗ってなんかあのヘタとかちょっと切ったらいけるとかね。まあイチゴなんだけど、それエポックさん、ハートありがとうございます。蜜みたいなのがさ、すごいんだよね。ほら見える、ほらほら、すごい。おいしい。確かにカットフルーツとかもね、結構高い、いい値段するよね。さ、結構さ、私って高頻度で帰ってくるじゃないですか、こっちに。なんだかんだ毎月帰ってきてたりとかするのね。来月もイベントあるから帰ってくるし、だからさ、また1ヶ月経たないぐらいで帰ってくるんだけど、なんかそのまあ毎月ね帰ってきてる時に、あのおばあちゃんとかがさ、すごいフルーツをねいっぱいさ買ってってくれるからさ、でも結局なんかそう、こっちで食べちゃうから向こうであんま食べたいと思わないんだよね。
森安まどかさんにガチ恋そうなんだけど、ちょっとビンタしてもらう。ビンタはしないけど、ビンタはしないし別にいいと思うけど、ちょっとそれでさ、マウのところに来なくなっちゃったりしたら悲しいかな、寂しいかな。年内はずっと実家にいれば卒業タイム取れてるでしょ。あのね、私の大学それないのよ、そういうの。なんかダメなの、無理。まあまあ、家族枠なんで関係ないってやばい、どういうこと。妹とかそういうこと、親戚とか。うん、あ、2人目のママ年明けも授業出る、ちょっとあるかな、数回だけどね、ちょっとある。うん、ごちそうさまでした。美味しかった。牡蠣食べ過ぎてお腹壊さないで。ありがとう。気をつける。気をつけないとも食べちゃったけど。ああ、美味しい。っていうか、お隣さんとそんなに関わりがあったことにまずびっくりなんだけど、パパ戻ってきたかな、ねえパパ戻ってきた、下行こう、ちょっとラジオに切り替えます。自由すぎ。待って、どうしたらいい、とりあえず一旦エアコン消して、これ消して、お酒飲んでないよ一滴も。つもも鉄やります。ちょい待って、やばい、めっちゃカタカナ表記になってた、全然気づかなかった。小ぎつねさんこんばんは。自由な震えてる震えてるとか言って震えてない、文字打ってた。あ、でも何時間、そんな、でももう終わるんじゃないかな。パパ桃鉄つけて、ラジオにした。パパと、え、パパと、え、いいけど、え、パパじゃあ来て、え、なんかママビデオ見たいからって、2階でママの部屋でモモテツやろう一緒に。何それ、柿めっちゃうまかった。え、パパ食べた、え、かわいそう。パパのママ食べちゃった、言ってよ。ここで、え、だからママビデオ見たいんだって。ダメだ、え、ダメだよ、じゃあ行こう。あと何年、10、え、でも時間的には4時間くらいって書いてあったよね。昨日あの後も桃鉄続けたの、いや続けてないよね、あの後すぐ終わった。
マーガ食べちゃった。ヒロシンさんこんばんは。レッツゴーゴー、レッツゴーレッツゴー、ちょっと狭いけどごめんなさいね。狭いけどごめんなさい。ちょっとラジオ。ちょっとここでじゃ。そのどこで立ってやんの？立ったままやんの？そう座って。え、これ何？何？これ？うん、え？このまま始めるでいいかとりあえず。うん、え、誰だっけ？これマウ？絶好調だ。いけないよね。どこ目的地はこっちか。うわっ。え、持ち金ゼロ円なの、なんで？銀次やな。あ、そうだやった。そうだやった。そうだやった。ね、お隣さんから書きもらったんだって。うーん、すっごい甘くて美味しかった。3個あったんだけど、なんかさ、おかわりしちゃったさっきでパパも食べたのかなと思ったら食べてない、なかったみたい。あ、待って、寒いよね、エアコンつけなきゃつけなきゃ。熱機器は何個あんの？あ、マイナス、あ、うわー、星飛び、いいな。あとな、え？ちょっと、ちょっと、いや、ミーシャ、ミーシャ、ミーシャ最悪、なんか全然知らない人にさゴールされた。知らない人、七色のインコさん、ハートありがとうございます。モスクワって寒いとこ、寒いとこロシアだ、知らねえの。うん、娘とゲームするお父さん素晴らしい。マウが遊んであげてんだよ。マウだよ、何してんの、やめてよ。最悪。え、ダメだよね、700万しかないね、物件飛びってこともないもんね。あ、そうか、絶好調だから。でも、え、なんかナイスですねのカードメイキ、なにこれ、え、ボムを一つ自分の足元に置きます。ボムは2ヶ月後に爆発します。爆風は線路に沿って十字方向に7マス直進します。やだ、え、なにこれ、 すげえカード引いちゃったけ。としのりさんこんばんは。これ知らない人っていうの地味につまらないでしょ。だってさ、知る、これなに、コムコンピューター。ああ、え、コン。人。ソーリーさんこんばんは。え、これじゃあコンピューターってものこれ。うん。コム。サム。そういうことか、コンピューター。うん。トロネオさんこんばんは。物件買ってんだし。今何年目それ？3年目でまだ。ね、終わんないよこれ。絶対4時間嘘やん。明日までこれあれだな。でんてんてんてるんてんてるんてんてん。知らない人コムさん。
カード駅にいっぱい泊まったからだって。千人幸福の女神。女神じゃない。オールじゃないよさすがに。表つって何作目、え、どうなんだろう。でもスイッチは2個目だよね、うん、知らない人1人2人2人4人でやってる。コム、コムさん、コム12。はいはいはい。ちなみに次の目的地はあれです、モスクワだって、うん、よくわかん、わかったな。みんな優しいよね、こんなさくだらない配信。しかもラジオ配信。てってけてん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 てれてれてんてんてけてん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 。眠くなってきた。あー写してやればいいじゃんって。えいよはこういう状態でやりたいから。としのりさん流れ星ありがとうございます。あ、多分長くないそうだから新たにビール用意してきた。いいじゃん。みんな他人のことあちさんって言う。え、言う言う言う、自分では言わないけどね。どういうタイミングで言われるんだろう、あちさんって。あ、でも年寄りが言うんだよね。あちさんちだからそんなとこ行っちゃダメとか言われたことある。ウケるんですけど。そうね、あちさんについて、うん、あちさんについてちゃダメとか。決算、あ、やばい。お、いいじゃん、収益ちょっと追いついてきた。マジ桃太郎ね、やっと覚えたよ。あー、やばい、総資産がさ全然やばいな。怖い。言うてまだ3年、今4年目だからね、まだ半分以上ある。アチさんの家に立ち入ろうとする子供マウちゃん。てか一番欲しいのパトカードかもしれない私。まだ逆転あるよねって思うじゃん。もう連発だから銀次。フランクフルトだって美味しそう。え、やばい、ゴールできる。よっしゃー、さよなら。よしよし、やばい、バレリーナいるんだけど、見て見て、バレリーナいる。プリベント、こんにちはだって。ニューヨーク、シアトルでした。どこでしょう。うわ、待って、どこだっけシアトルって。オーストラリア。アメリカだし。そう、イチローがいたところ。なんでそんな知らないんだお前。え、世界地図とかやってないから。ああ、そう、習ってないよ、ね、うん、まだまだまだ習ってない。22歳まだ習ってない。これから習うんか。うん、ジャン・リュックさんこんばんは。ワシントン州、うん、パパもそこまでは分かんないみたい。
そんな人のことをさ小バカにできるものさ知識ないくせにさ出た方がいいよ、そういうどんぐりの背比べどんぐりでもないよ。あ、シアトルマリナーズ、マリナーズは聞いたことある。そう、シアトルマリナーズが正式名称なの。うん、ふーん。パパさんもコメント見てる、レアの配信。うん、パパ結構コメント見てるよ。目立ちたがり屋さんだから、うん、ね、目立ちたがり屋さん。目立ちたがり屋ってこと、うん、よく言うとね、目立ちたがり、悪く言うとデシャバリ埼玉のカタツムリさん、こんばんは、ハートありがとうございます。あ、スタバもシアトル発祥だっけ、違ったかなって言って、すごいね。コーヒーが有名なの。新潟って地理教育そんなにおろそかなのか魔のせいで印象悪くなってる絶対違う、魔の問題だと思うと思うってか、多分、あ、びっくりした、宝箱をなんか開けてみましょうって言われてるこの人。おお、本当にこんな感じでもらえたらいいよね。2億円入ってましたとか言って、あ、なんか絶好調終わったんですけど、やめてほしいかも。え、物件飛びとかちょっといけるかな。シウダーファレスってところに飛んでみます。さよなら。ブル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 。お、グランドキャニオンのところに到着しました。緑トマト畑っていうやつがある。よし、はい、シアトルマリナーズはアメリカだけど、新潟には西潟マリナーズがあります。ちょっとうまい。え、何、お、やばい、キングボム、やばい、これ絶対来るぞ。え、なにこれ、初登場、マイコハン。世界旅行ボンビーと末、今日からアチキア豆森社長専用のプライベートジェット、お台場少々お高めやけど世界中どこでも一飛び、ほな早速行きましょうか。アンミカさんロンドン、パリ、ニューヨーク、あなたと飛びたやん、月夜の晩にたとえ行き先、あえ、なに、うわ、怖っ、牙向いたぞ、あ、あ、食べられちゃった、バイバイ、うん、わわわ、あ、壊された、勝手に変なところに移動してさ、金だけ奪われるってやつ、これ。しかも、しかも。あ、アランさんお帰りなさい。この後寝落ちしたらごめん。大丈夫。とりあえず家に帰ったなら。物件飛びてある程度年数経たないとあまり使えない。え、そう。てか、お金ないと意味ないよね。どうするそれ、その。キングボンビーみたいなやつ白って200色あんねんって言い出したらどうするあ、たまにゴールの近くに運んでくれることもあるらしい。運だね、じゃあそれは。すごい数字がいい数字だったり、何してんのこの人。やばい、ついてきた。で、どっか行くんでしょ。こわ、いちいちこっち見て。危な。よかったね。ああ、すみません、すみません。あらららら。にゃー。え、待って、近くに来た。まさき、グランドキャニオンのところにいた。これこれ。やだ。あ、やばい。このさ、C って何？カジノだ。儲けられる。やばい。ちょっと待って。近くにいるよ。それな。
ちょっと。これでゴールすればいいんだ。よし、ゴール。あ、やばい、一郎いるんじゃない？いなかった。ハロー、大谷翔平。あ、ぽい。ぽいよね。リオデジャネイロ、トロントでした。どこでしょう。知っています。え、どこですか。アメリカです。え、カナダ。カナダです。うわー、バーク、バーク。はずい。うわー、バーク、バーク。買わなくていい物件。え、買う買う買う、決まってるでしょ。パパさん、普段休みの日、ん、休みの前の日は何時に寝てるのって結構早いよね、パパ。はい、早いけど別に起きてもられるって感じだよね。はい、でもマウが今パパに付き合ってあげてる。あ、なんか幸福の女神、うん、シャチシャチシャチ、すごい音速カードもらっちゃった。音読カードに見えるんだよね、これ。懐かしい、小学生の時やった音読。音読って何の意味があるんだろうね。トピックスです。第2回三つ星シェフが注目する農園が発表されました。おめでとうございます。はぁ、私だ、緑トマト畑。ごめんなさい。ゴリヒロさん、こんばんは。キキさん、こんばんは。パパに付き合ったけど逆に見える。全然。あー、バイバーイ。どっか行っちゃった、ヒマラヤ。でもさ、これさ、あれだね、なんかお金さえあればさ、そんなに迷惑じゃなさそうだね、このツールみたいな。桃鉄ワールド、俺も発売日に買って楽しんでる。だって、ああ同志だね。ゴレヒロさん、キラキラありがとうございます。同志がいっぱいいて嬉しいわ。グレーターサンドバ、サドバリ。うるさいな。お、何、空港飛びって何、ちょっと見して。すごくない？そう。でもお金がそうだね、1400万しかない。ゴレヒロさん、だるまありがとうございます。あと、グッドありがとうございます。グッドグッドグッド。とりあえず売れ。グッドゲーム、あ、なるほどね。 GG ってグッドゲームって意味だって。グッドグッドかと思ってた。違った。違った。シンクレアさん、バラありがとうございます。何年バトル。10年。10年だけど今4年目の何月、7月。待って、うん、カズチンさん、こんばんは。7月。4年目の7月。トントントン、トロントまで14マス。音速5個もやっちゃうんだね。あ、あ、やばい、ブケ飛びとかなんとか変なこと言っちゃった。間違えたよ。やらないやらない。
たまにはねゆっくり行くっていうのもありだよね。坊主丸儲けカードを手に入れた。昔からお坊さんは元でも経費もいらないので収入が全てお金になると言われています。実際そんなことないのですが、思わぬ儲け方をするとこういう風に言われます。そんなことわざにあやかって他の社長さんたちの持ち金をごっそりいただきましょう。え、今なこれ、ね、分からん馬みたいな。え、桃太郎社長は知らぬ間に投げ縄の精霊バッファローヒルを呼び出した。これはとんでもないことが起きそうだ。俺はバッファローヒル、投げ縄の腕前は世界一だ。今すぐ見たいだろう。そうだろう。そう来なくちゃ。早くしてくれ。何を捕まえてほしい。どんなものでも言ってくれ。なんこれ、何分からん。バッファローヒルは突然踊り始めた。なんこれ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 、すごくない。ねえ、なになになに。天使たん、こんばんは。あ、金太郎社長持ち金を1/2。え、でもさ、なんかさっきめっちゃ使ってたよね。うん。え、全然少ないんじゃない。あんまりないよ。最悪なんだけど。何してんのこいつ、早くしてよ。あ、でも結構あった。1億3。終わり。終わりました。持ち金を奪ったパパの。まーちゃんの口調でスギちゃんが連想された。懐かしい、ね、ワイルドだろう。あ、ボンビーが戻りました。あ、ボンビー戻っちゃった。またさ、違うボンビーもいるってことでしょ、要は。楽しみ。やばいね。うわ、え、最悪。どうしたの、どうしたの。え、これどういうこと？ん？これどういうこと？はあ、カードを使える。うん。だって今のはカード関係ないってことでしょ？なんかイケメンな馬みたいなのが急に踊り出したよね。投げ縄で。足が6本あるみたいなやつ。イエース。わ、うざ。イエース。早くして。誰かいる。わぁ、違うのある。あ、また大谷翔平。あ、だって当たり前だよね、アメリカだもん。次はサポロケアンズ。どこどこ。あぁ。なんかコントローラー取れてんの、やばい。ね、壊さないで。ね、上からはめるんだよそれ。余計なことするから。で、ケアンズどこ？あ、違う、普通に R と L 押すんだよ。全部、全部それ、うん、全部それ。ボイトさん、ハートとキラキラありがとうございます。え、なんか今、え、ケアンズだっけ、ケアンズどこでしょうっていうクイズをしようとしたら、パパが本体持って、そしたら手が滑って足の上にスイッチ落として水色のコントローラー取れて大騒ぎ。いとこが留学してたのはオーストラリア、シドニーとかそのあたりかな。シドニーはさ、2問だし。パパの同級生はウィスラーかな。留学？永住して。ああ、そうなんだ。ねえねえ、
なんかさ62マスもあるんだけど、あとやばくない？あ、やばい、危な、危な、すごい、ほにゃらほにゃらバカバカえ、ケアンズ、あゆちゃんがお仕事で行ったところだって、すごいね、そんなとこ行ったんだ。物件飛びカード終わりました。やばい、なんか初頭に行っちゃったんだけど。9月です。水着の写真集のとこって詳しいね。手が勝手にごめんなさい。わ、本当かな。お腹が鳴ってる。よし。何してんの、早く。AKB 新聞何か受賞してご褒美のグラビア撮影ロケだったの。へえ、すごいね。まあ海外なんて行ったことないわ。行ったことある？海外、あ、新婚旅行か。以外は佐渡と四国。海外旅行って海外じゃん。最高で行くもん。水着の写真集どこで撮影するの？真冬のじゃん世に出る前に死ぬんだけど最初で最後じゃんではするけどみたいな。これ何なんだろうね、このなんかトマトの輪切りみたいな。あ、肩上がりカード、あ、剛速球出ないかな、まあ、でもさ、自分がいいカード持ってなかったら結局さ、別に肩上がりなんてさ、そうそう、いいっていう話だよねあ、てってけてーじゃん、てってけてってって。モンフちゃん、新衛隊139人目ありがとうございます。てでーん、お、行っちゃった、バイバーイ、ピボーン。ともちゃわワンいるのかな、ここにも。やばい、こっち来た。でもこれ別ボンビーじゃないもんね。ほにやらここで2出しちゃうみたいなね、3だよねみたいなは？前は刀狩りした後もう一回プレイできたけど、今作は刀狩りしたらターンが終わるようになったって。進化してる。
トゥドドルドルドドドドうん。ねえ、一出ると思う？何満タンカードって。え、あ、全部満タンになるんだ。カード1枚のタンクを満タンにできる。え、もうちょっと前に欲しかったな。そしたら物件飛び満タンにしたのにな。タイミング悪し。埼玉山沿いの影さん、こんばんは。まあまあコンカフェで働かない急に勧誘。埼玉山沿いの影さん、キラキラありがとうございます。土星人の土代さん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。ちょっとうるさい配信ですが、よければごゆっくりごゆっくりだぞ今日なんだっけあれだ、寿司だ夕飯さ、今日さ今日さ、普通に夜ご飯さ、あの3人でさ食べてきたんだけどさ埼玉山沿いの影さん、流れ星ありがとうございます。3人で食べてきたんだけど、なんかちょっと待ってたんだよね、混んでて。でそれで、あの待ってる間にパパがお手洗いに行ってさ、店員さんの前通ったんだっけ、そしたらごゆっくりどうぞって言われたらしい。めちゃくちゃおもろいんだけどね、それ。お、イエスイエス。やばい、コアラいる。コアラもカンガルーもいる。オーストラリアだもんね。あ、ケアンズってオーストラリアなんだ。はいパパがさ落としたから分かんなかった。いや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 、結局。え、ここ、え、大阪、アーン、サンディアゴ、ティアゴ、サンティアゴってどこ？え？サンティアゴどこでしょう？サンティアゴ。サンティアゴ。もうチリです。わかんないでしょどうせ。チリです。てん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 。どうぞー。どこだよ、だからチリって言ってんじゃん。あ、そのチリね。何じゃ。ジーンさんかな。こんばんは、ハロー。店員さん気を利かせなのか単なる勘違いなのか、どうだろうね。きっと勘違いな気がする。きっと勘違い。あ、漢字のチリだと思ったってこと？そうそうそう。あー、なるほどね。お腹が鳴っちゃいました。わかる。そもそもさ、チリがどこかわかんないんだけど。そもそも海外で、海外、海外全部そうだわ。ほぼそうだわ。24マス。カード私何があるの？音速カード使ってみるか。え、来たんじゃね？
ちょい待って。目的地ピッピッピー。あ、やばいやばい、わかんなかった。いや、そっち違うよ。そっち、アメリ、南アメリカとかそっち。行けないんだけど。あ、違った。そこだけ行けない。ねえ、腹立つ。腹立つのりだね。これさ、ボンビー引き連れてたらおもろいね、私。あ、でもどっか行っちゃった。しかも140万しかもらえない。なんだろ、鹿ってやばいね。金銭感覚狂ってる。お刺身さんこんばんは。そう、また桃鉄やってる。あ、南米なのはわかるけど、今度は南米ってどこって話になる。え、わかる。まあもそう。やばい、まだワン。あ、またこいつだ。またアンミカさんが。南米の端っこだって。うんうん。なんだそれ。まだつぶやき始めじゃん。3570さん、こんばんは。100兆円くらいあったから、ブラックフライデーでいっぱい買われちゃう。すごっ、100兆円っていいね。島次郎さん、こんばんは。ちょっと面白みがないね、それ。そのさ、それお金ない時に来られるとちょっと困っちゃうな。勝さん、お疲れ様です、こんばんは。なんか打ってない右腕が痛いんだけど、なんで。筋肉痛。イエス。ねえ、何ゴールしてんの。イエス。うるさい、お腹だな。オラオラオラ、どこ、チリか、チリ。オラ、挨拶言ってくれんのいいね。覚えられそうじゃない、それくらいなら、うん、地域の挨拶くらいだと覚えられそう。さすがに位置までは分かる。フェニックス。え、目的地。それはちょっと中越民としては目指したいところじゃない、やっぱり。なんとなく、どこでしょう。長岡に決まってるんです。は長岡なんて決まってる。どこ、ほんでどこ。待って、じゃあ分かった、連想ゲームしよう。フェニックスでやっぱり長岡花火で、ジュピターだから木星だ。でどこ、早く。アメリカ。アメリカなんだ、うん、あらららら、てってけてーだったね。ぽよーん、やったー、ピポーン。近いところに連れてきてもらった。わかる、フェニックスって地名がね、あるんだね。頑張れ頑張れ、やばい、ね、近い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 、怖い怖い、ボンビーが。あ、でもどっか行くんだ。さようなら、バイバーイ。めっちゃ違うとこ行っちゃった。ええー、おかわりおかわり飛行。すごい、2億とか取られてるけど大丈夫。このカジノめっちゃ気になるんだけど、パパだよ。
ブル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 飛ぶとブルブルするよね。ブル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 アイアイブルベリーアイブルブルブル聞いてる？ヤンさん、こんばんは、初見さん、ヤンズさん、つ、もう決算じゃないでも、うん、お腹がゴニョゴニョなっている。2個振って4点、うん、そして私だよ、はい、あ、間違えた、えきったマジでさ、さすがハロー、ハローマウマウゴール、ちょっとさ、日本に行きたいな、さすがに、京都、ソチ、オリンピック、ロシア、お、合ってた、いやー何のハイタッチだよ初めて正解したからまさっぴさん、こんばんは、だるまありがとうございます、ヤンさんハートありがとうございます、お刺身さん天使ありがとうございます、エビデイアリスントゥーマイハート、一人じゃない、終わったのよもうフェニックス、それもう着いたから、まあ決算だよ。え、でもさ、まあ結構物件買ったよ、逆転されてる気がする、よし、収益は買ってる、逆転した、お願いやばい、でも2億しか差はないけど、逆転逆転、よっしゃー、面白くなってきました、最高すぎる、今半分ぐらい、順番シャッフルしませんけ、え、いいよ、いや、うちらに決定権ないから勝手にこれ決まるからえいとかじゃないから、私一番最初やん、返してください、よっしゃ、42マスもある、どうしよう、どうしよう、音速使おうかな、音速使おうかな、でもそれしかないんだよねって、何これ、あー、これさ、見づらいな、お、オーロラだぞ、本当だ、一回見てみたい、オーロラって生きてる中で、ね、すごい綺麗だと思うよ、そう、物件飛びもんないの、そう、今総合1位、マーチ親子がおもろすぎよかったね、みんなこんなくだらないことで笑ってくれる寛大な人たちだルル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 ル
オーロラ見えると50円それはそうさすがにだカナダはそこたまに見れるっつって。そうなんだ、すごい。家から？いや家じゃない、もう家じゃないけど知らねえし外。1週間現地に滞在すればまず見れるんだそう。へえすごいね。なんか昔さイッテ Q とかでさオーロラ見ようみたいなのとかやってたよね。こわ向かい合ってるけど。メイ5月、一旦ね。あれやばい、これ怖い。あまだプラスできない。サンパウロ、リオデジャネイロ、テテ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 サンバピピ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 。あ、そうそう、カレンダー撮影とか、そうそうそう。ピピ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 。おーすごいよ、エンジェルカードもこのアンミカカードも持ってる。アンミカカード長い長い尺が。あら、あー戻った。スカイ旅行ボンビーのくぞーしゃー、私がゴールしちゃおっかにゃー。総発プロペラカード完全にアンミカカードってかさ、カードじゃないしね、もはや。すごい、それ面白くない、そのなんか頭がバグる、うん、方向音痴だから頭がバグる、うん。すごい、やっぱさ、まあ独占とかしてるからさ余計だろうね、きっと。キングボンビー来てないね、そういえば。1位、あの普通のとミニボンビーとあのマイコボンビーだよね。なんか気づいたらパパめっちゃ近くにいるんだけど、何？今近づきました。ワルシャワ、やめてほしいかも、近づいてくるの近づいてこないでほしい。6年目まで行けたらいいな。うわすごいいい、いけんじゃない？え、いけない、そこだけいけない。でもそのプラスのところさ、いっぱいお金もらえるけど。テレレテテテテテ
私が鼻拭いたティッシュでおでこねえねえ、なんでそんなヒゲなのなんでそんなまっすぐなのそこが。ねえちょっとこっち向いて。しかもこっち向いたら見てねえしグッピーさんこんばんは。こっち向いてとか、なんでヒゲ残すの、やだよ。テレテレテレ、なんで残すの。ボンビーうんちが出ちゃいました。8月です、こんばんはこんばんはって言わないかヒゲ残すのはおしゃれですよ。違う、いやおしゃれわかるけどさ、日英カードを手に入れちゃいました私、ありがとう。ない方がいいって言ってんだけど、マスクするから見えないじゃん。じゃあいらないじゃん。あ、えちごさん新鋭隊140人目、ありがとうございます。200人目指してるんだ、あと5日で60人。怖すぎ、寝る間を惜しんで配信しなきゃいけない。でもね先月がね史上最多、私史上最多150人だったの。あと10人だから150人は超えたいよねっていう。もう決算？あ、違う、待って、決算じゃねえや。何？プリペット。コサックダンスしようかな。あ、みっちさんありがとうございました、おやすみなさい、また明日ね、おやすみ。メッカ、メッカ？サウジアラビア。なんかさ、そんなに近づいてたのにゴールされるとちょっとやだよね。そう、反り残しではない、わざと意図的な反り残し。うん、うん、マウはあまり好みではない、何回も言ってるのに言うこと聞かないから腹立ってきた腹立ってきた。メッカも意外とさ近いんだけど、やばい。あ、ゼフ長カード。待って。あ、誰か一人の。わ。自分かと思ったわ。危ねえ。金太郎、金太郎。決算まで行きたいな。今9月でしょ。もうちょっと。あと半年。キャーン。眠いかも。パパ、桃鉄終わったら寝る？うん、うん、多分全員寝るよね、うん、これあったかいね、うん、どこの？ゴールしてんじゃねえこれ何？どこの？島村ね、うざ、なんでもうゴールしてんの、一回切るそこまでやってマッハベン、なんでゴールしてんの、何それ、挨拶、うざ、小学生かって言われた。次はヨハネスバーグ、何それ、どこ、南アフリカ、うん、遠いんじゃない、じゃあ、うん、ん、近い、え、近い、うん、今どこに行ったんだっけ、メッカ、あ、サウジアラビアだからか、じゃあ私がゴールしちゃうんだからね、もう、あ、金太郎社長なんか取られたよ、
今そう持ち金0円になったけど大丈夫今一瞬にしてやったね。え、34マスもあるんですけど。でもさ、これさ、満タンカード使っちゃったらさ、またこれターン終わるんでしょ。分かんない、そんな気しないだって。あ、使えたわ、大丈夫だった。ちゃんと今回もヘリポートはあるんだね。うん、楽しい。なんかさ、日本だけだったらさ、あのこの辺に、あの何、この辺にヘリポートあったよねっていうのがさ覚えられたけどさ、世界ってなったら無理だよねこの辺にとかじゃないじゃん。説明のとこの最後に二重丸がついてるカードを行動できる。へえ。シュラの町ことヨハネスブルグだって。決算まで行ってちょうどよく終われたらいいんですけどねっていう私の読み。の0円だから言ったじゃんさっき、なんか取られてたって。ああ聞いてな人の話だから言ってんじゃんさっき、つっつってんの、何も聞いてないですうわ逆切れだどこ行っ、あ、エンジェルカードどっか行っちゃった、この人今見た迷う、ちょっと待って、ダメ、違うって、は中央、そこの5億円を買いたいのよ。この選択が吉と出るか凶と出るか、ガガーン。うん。受けるんですけど。3つサイコロ振って全部1。3個。逆に持ってると思うわ。5億円とか欲しいね、うん、どうする、あったらどうする、とりあえず仕事辞めたくね、うん、してねえだろ、してねえ就職はしないかもえ、でもじゃあ、あの定職に就かない、パートでパートでえ、だってさ、人普通の人だったらさ、どんだけ頑張ってもさ、あれだよ、生涯年収1億円とか言われてんじゃん。だからさ、5億もあったら人生5回分だよ。そしたらとりあえずさ、でもさ、金銭感覚狂ったらもうおしまいだよね、うん、てか なんていうの、あのさ、生活水準をさ上げちゃったら終わり。5億もらえることなんて絶対ないのにめちゃくちゃ真剣に考えてる、うん、
うわ、年末ジャンボ前後賞合わせて10億円、やばすぎ、ダメになるね。とりあえずマンション買おうかなね、マンション買おう、向こうに1億ぐらいのマンション買って、でとりあえず猫買おうかな一人身コース一人身コース湯沢にとか絶対あるんだけどね、雪いっぱいあっていい家でいっか、うん、電車さんこんばんは。確かこれ ぶっ飛びカード通っちゃった。ねえまた銀ズやばない、銀ズマジで銀ジュンやばい、まう、あ、4分の1余ったるいね港区女子あー、ちゃんと投資に回して、確かに投資とかいいね、ね、株で増やしてバカだから損しそう、めっちゃ私損しかしなさそう。とりあえずさ、パパとママで仕事辞めたらいいんじゃない、10億あったら、うん、全員働かなくてもいけそうじゃない、うん、パートでな、引っ越そう、みんなパート、全員引っ越そうぜ、関東行こう、逃げようもうどこかに逃げましょうもう。引き換え券カードを手に入れた、なんこれ、あ、お好きなカードと道は1枚だけ無料で手に入れられる。ちょっとボンバーマンとかさ、いらないんだけどこれ。はいはいはい、むっちゃんこんばんは。ね、え、10億円もらったらさ、東京来てって言ったら来る？行かない、東京に住めない。うん、じゃあ一人だけ新潟だね、うん、バイバイ逆単身赴任みたいな。ママは絶対来るよ、喜んで。パパってさ、なんで新潟から出たくないの？こんなに雪が降っててこんなに何もなくてさ、いや何してんの何してんの、いらないところで変化あれ使っちゃった、何使っちゃった？サイコロ、サイコロいっぱい、しかもいけない。うちの両親一人暮らししたことないぜ、だからね、それが信じらんないの、マウ的にはね。若い時に出たいってならなかったのがすごい。今日富士山が噴火したらっていう番組してたけど、東京やばいからだって。でもさ、そんなやったらどこもやばくない？どこもやばい可能性はある。うん、風向きで新潟もだって被害あるかもしれないんだよ。うん、だからどこにいても結局危険なんだよ、うん、だからマウはもうそうなったらそういう運命だって受け入れるようにしてる、うん、もうその時にそこにいてしまったんだから、もうそういう運命なんだって。なに、長野出身の NGT3 期生杉本萌ちゃんがパパを長野に残して逆単身赴任中、うん、あ、だからママとかは行ってるってことか、若い子なのかなこの子。え、
角でしょ。一時期だけどね、ずっとじゃないけどね、うん、すげえよマジで。東京とか住めない。なんで？じゃあ新潟がいいわけじゃなくて関東が嫌だってこと？嫌だじゃないんだよね、きっと。住んでないからさ、そういうことになってんじゃん、まあね、住めば都だよ。19歳だって何？え、キングボンビーになる、このタイミングでキングボンビーになるかは知らんけど、まただまただまた舞妓はん。え、ちょっと待って、おもろ、萌ちゃんママ犬新潟に移住ワンちゃんも来たらしいおもろ、じゃ本当にパパだけなんだ、一人っ子ってこと。すごいね、青梅とか町田ならパパでも大丈夫。え、そうだからさ、めっちゃ都会じゃなきゃいいんじゃない、都心じゃなきゃいいんじゃない、都内でも別に。え、わかる、まあもう都心には住めない、いくらお金あっても。ありがたみがなくなりそう、都心の電車便利なとこにしよう。うん、そしたら車いらなくなるね、1台もう、うん、破棄していいんじゃない？ 1 個でいいやん。ドラツバ、おお「おやめください」って言って。おさむさん、こんばんは、初見さんありがとうございます。10億稼がないと。じゃあ宝くじ当てるんだよ、買わないと当たんないけどね。まあまあ結婚したいんですが、決算テン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 テレーン。これなんでさ、エジプトが背景なんだろうね、突然え、でもなんかさ、地味にちょっとまあ越されてる気がするんだけど、またああ収益はマウノが上だけど、最終これ、あ、来た、勝ってる勝ってる、私今1位です、どっちも。すごくね、大逆転。今だってどっちも物件あんま買えてないもん。うん、じゃあやめよう、ここで、うん、寝よう。はーい、じゃあはい、これこれ、ここどれ、うん、こう、なんかかゆい、めっちゃかゆいかも。おやすみなさーい。皆さん、ワイの住んでるギリ23区、畑とか雑木林結構あって意外と環境いい。え、そうだからさ、こういうところがいいよね、なんかその、うんうんうん、都内とかでもってマジで思う。だから別にさ、東京都じゃなくてもいいんだよね、横浜とかさね、千葉、横浜いいじゃん。横浜ね、都会じゃんいやまあね、でもさ、都内まで便悪いんだよね、横浜って。地味に遠い、電車で行くと1時間ぐらいかかるんだよ、結局行かなきゃ。いや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 、結構さ、渋る行くのだから行かなきゃいい、ね、行かなきゃ違うんだ、用事あるじゃん、横浜。すいません、皆さんおやすみなさい、うん、パパおやすみ、私はもうちょっと喋るけど、はい、また明日ね、おやすみー。でもパパどっか行きました、あとちょっと45分に終わろうかな。家族とそんなやばいよね、ママドラマ見てんのかな。なんでその字やばい、お父さんのその表記やばい
ちなみに横浜市民は東京に行かなくても横浜に何でもあると強がる。え、でもさ、確かにそれはそうなんだよね。横浜って何でもあるよね。私ルミネがあれば勝ちだと思ってるからさ。新横より横浜駅の方が好き。桜木町駅とかもたまーに行く。でも行くっていうか通るぐらいだけどね。いいよね横浜ね。そうなんだよね。関東ね、素晴らしいよね。ほんといろいろあって、新潟だって横浜と同じタイミングで開港が決まった。あ、そうなの。へえ、確かに横浜も広い。確かに確かに。そうだよね。意外とさ、まあ、新潟もそうだけどさ、新潟県って言ってもさ、ねえみたいな、でかいから。どこがいいんだろうね。とりあえずさ、私が今住んでるアパートさ、マジで更新のタイミングキモい感じになっちゃってるからさ、なんか引っ越しも変なタイミングでしなきゃいけなそうで、なんかすごい嫌なんだけどさ、しょうがないよね。でもね、そんなことを言っても仕方がないよね。山の方とか通勤大変。悪名高き田園都市線使わないといけない。へえ、そうなの。え、来年の夏かな、どうだろう。ちょっとあんま把握してないんだけど、でもなんかとにかくなんか変なタイミングなんだよね。ね、まあ焦らずに、うん、ゆっくり決めるわ。どうせすぐは引っ越せないからゆっくり決めるわ。明日はもうちょっと早めの時間がいいな、配信するの。それみんなのセリフだよね。はい、すごい。こんな遅い時間なのに結構いっぱいの人が見てくれてるの面白いし、いや、親衛隊意外と140人とか言ってるの面白い。どうだろう、午前中できたらいいな。まあ、できそうだったらちょっと余裕持って告知します。そういえばブラックフライデーに乗っかってシャワーヘッドを揃えない。あ、そうなの。あ、ねえ待って、そうだ、ちょっと待って、聞いてほしい話ある、みんなに。あのさ、ブラックフライデーで思い出したんだけど、なんか今日さ長岡に行っててね、日中。それでリバーサイド千秋に行ったのよ、アピタね。でなんか別に目的があって行ったわけじゃなくて、なんかちょっとフラフラしに行こっかってなってさ、ちょっとなんか服とか見に行こうって感じでフラッと行ったのよ。で私去年なんか白ってかちょっとアイボリーみたいなショートブーツをね買ったんだけど、去年履き倒して今年もまあもう今の時期とか履いてたらさ、結構汚れてきちゃって、で白だし目立つしで、なんか拭いてもさ、もう傷になっちゃってて落ちないみたいな。だからどうしようと思って、でもそんなに高いのじゃなかったから、まあいっぱい履いたし変えてもいいかなって思ってたんだけど、まあなるべくね安く買いたいわけよ。そうなる未来がもうさ分かってるわけじゃん。1年履いたらこうなるっていうのが分かったから、なるべく安く抑えたいなと思って探してたけど、なかなかあよし買おうって思える値段のやつに出会えなくて、で今日そのリバーサイド選手に行ってなんかフラフラ見てたら、ちょっと前に帰ってきた時に、これだったら形めっちゃいいなっていうショートブーツ、同じ色のショートブーツが売ってて、でその時はね元値が多分7000円しないぐらいの 20% オフとかだったんだよね。
まあでももともとさ靴でまあ6000円台って安いけど、でも 20% かと思ってその時は諦めたのよ、買わなかったので、今日行ったらなんと 50% オフ、同じやつがね6000円いか7000円いかないぐらいの 50% オフだったんで、3000円台で買えたの、3000いくらとかで買えて、安くない？普通にブーツだよ、ショートブーツで、もともと履いてたやつとは全然違うところのやつなんだけど、めちゃくちゃラッキーと思って買いました。そう、あで駅もね行って、ロフトもね行ってみた。まあ狭いけど、でもまあね、駅の中にあるってなったらだいぶいいし、やっぱ長岡にロフトがあるっていうその事実がもうさ、うわーって感じだった。新鮮で、すごい。やっぱ混んでた、めっちゃレジとかめっちゃずよね。いい買い物をしましたね。うん、落ち着いた頃に行ってみたらいいと思います。っていうか平日とかはさ大丈夫そうな気がする。なんかでもそんなに引くほど並んでたとかではなかったかな。だし店内もなんか身動き取れないって感じじゃなくて、レジに行くまでにちょっと並ぶぐらいで、店内は割とまあ見れたかなって感じ。そんななんかもう人が溢れ返っててちょっと入るのも躊躇するとかそんなレベルではなかったから、まあ時間帯と曜日とかにもよるのかもしれないけど、いいよね学生とかはさ。ねえ、新潟なんてほら電車の待ち時間があったりとか、乗り換えとかがねいる子はさ、電車の待ち時間とかがあったりとかするから、いいね時間潰せるところができて羨ましいなと思ってね。私も待ち時間に苦しめられた人だから、ぼーっと座って待ってたりしてたけど、自分が高校生とかの時にあれがあったらなと思いましたけどね。確かにね、新潟駅にねスリコできたのも結構衝撃だった。本屋は結局なくなってしまう。あ、ある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 よ。あのね、移動したかな、ロフトと同じ階になった。でちょっとちっちゃくなったかな、あのスペースがなんかちょっとキュッとまとまった感じになりました。前夜祭は結局行った行った行ってて、時間がねすごい空いてたから、そう、それで空き時間に行ってきましたっていう感じです。じゃあ寝ます。明日もあるので、みんな長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみ、ゆっくり休んでください。ありがとう、またね、おやすみ。